都議会の第3回定例会が今日閉会しました。福祉や子育て政策について議論が交わされた今回の議会では、子宮頸がんなどの予防接種に用いられる HPV ワクチンを男性が接種するよう都が支援する方針などが示されました。今回の定例会で東京都は、子宮頸がんなどの予防接種に用いられる HPV ワクチンの男性の接種への支援を検討する方針を明らかにしました。さらに八王子市にある精神科病院滝山病院で起きた看護師らによる患者への暴行事件などを受け、都内すべての精神科病院の患者や家族らが利用できる電話での相談窓口の設置を準備していることも明らかにしました。今年の夏は本当暑かったので、またコロナ、そしてインフルエンザと非常に微妙なところではございましたけれども、都民生活についてさまざま議論ができたものだと、このように考えております。では都庁キャップの椿原さんに、今回の都議会ではどういった議論が行われたのか解説してもらいます。お願いします。はい、今回の都議会では福祉や子育て支援など生活に密着した議題というのが多く上がりました。こちらが今回議題に上がったものの一部です。福祉面では代表質問の日に詳しくお伝えしました、子宮頸がんなどの予防接種に用いられる HPV ワクチンについて、女性だけでなく男性への接種の支援の検討を明らかにしました。知事が8月に視察した新宿歌舞伎町のいわゆるトー横に集まる青少年への対応では、今月から警視庁や新宿区などと情報を共有できる場を立ち上げ、積極的に取り組む姿勢を示しました。また子育て支援策として都が進める18歳までの子どもに1人当たり月額5000円を給付する、いわゆる018サポートについても動きがあり、手続きが複雑だという声が相次いでいることを受け、改善を行う方針を示しました。担当者に取材したところ、申請を済ませた人のアンケートの送付をすでに始めていて、この結果を踏まえて改善につなげるということです。一方で反対する声も高まる神宮外苑の再開発については、経済性が優先されたものではないかという指摘が議員から上がったんですが、開発の認可を出した都側は、守るべきものを守り、必要な更新は行う、次の100年に向けて親しまれるものにしていくとの考えが示されていて、指摘には当たらないと平行線をたどる結果となりました。ここまで取材した椿原記者でした。